い、次泣いたり固まったり階段をよじ登ったりコースからそれたりハイハイレースではパパたちも思わず熱が入ります。そんなパパの子育てを推進しようと札幌市が初めて開いたイベント、ベビーパパフェス。1歳2ヶ月までの子どもとそのパパ44組が参加しました。一緒に遊んだりとか2人でってあんまりないんで、そういうなんか経験ができるかなと思って来ました。会場ではシートに子供を寝かせて写真を撮るベビーアートのほか、英語の曲に合わせて体を動かしたりと子供との時間を楽しみました。子育てに積極的に参加していただくきっかけですとか、子育てを楽しんでいただく、そんなことを啓発する目的として今回の事業イベントを開催いたしました。ところで今回イベントに参加したパパたちは普段どのように育児に関わっているのでしょうか。まあ、帰ってきたら子供にすぐ対応できるようには心がけてますね。何でもやるようにはしてますしてくれるもんね。100点だと思います、うん、不満はないですか。不満、まああっても言わないかなここでは言わない方がいいかなこちらは子供と毎日お風呂に入るというパパ。平日は3時間ぐらい遊ぶというか関わっているのと、土日はまあほぼ遊んでるというか育児してるんでフルマックスで付き合ってるから大丈夫一方ママからはこんなリクエストも。育児でなんかできなくなった家事のサポートとか飲食手伝って後片付けもしっかりしてくれると嬉しいです